ループアンテナは、エレメントを感情のコイルにしたアンテナである。次の2種類の分類がある。エレメント帳を1波長とし、1回巻きのコイルとした、モノ波長に比して、十分に小さい半径で、導線を何回か巻いたコイルとしたもの。原理としては微小、ループアンテナと同じだが、1回巻きのものを特に指して、微小ループとすることもある。キャパシタと組み合わせた、 共振回路のインダクタと兼用する設計とすることも、ある位置は、他のアンテナと同様に電状を直接検出するのに、対し、には、磁場から検出するため、ループ面に対する両者の指向性は90度ずれる。ループアンテナの最も基本的な構造は、長さが1波長の円形の導線の両端に、給電するものである。ダイポールアンテナなどと同様に、導線に定常波を生じさせることにより、 炎上を形成する。特徴は次の通りである。短波から極超短波まで遠距離通信、衛星通信などの目的に用いられることが多い。理論上は円形が最も効率が高いが量産や設置を容易にするため三角形、四角形のものが多く実用になっている。福井県南部のケーブルテレビの受信局。円筒形のアンテナがループ、ヤギアンテナであるヤギ。 歌アンテナと同様に、全長が1波長より少し短い、閉じた導線からなる導波器、全長が1波長より少し長い、閉じた導線からなる反射器を取り付けることにより、指向性が鋭くなり、利得が向上する。このようなアンテナは、ループ、ヤギアンテナ、または、リングアンテナと呼ばれる。また、大型で、円形にするのが難しいため、円の代わりに、正方形とした、副射器、 同波器、反射器から構成されているものは立方体のような形状を持つためキュービカルクワッドと呼ばれる。両方にバツ型の支柱に四角形に銅線が貼られており特徴的な外見を有する。テレビの消出力の中継所では他の送信所からの受信と周辺地域への送信の両方にリングアンテナを使う事例がある。同波器のみダイポールアンテナや パラスタックの形状ではなくキュービカルクワットの形状にして破損しにくくしたテレビ受信用やギアンテナもある。微小、ループアンテナも参照フィードチップのループアンテナ電子部品として用いられる。通常のインダクタよりも大きな直径で導線を何回か巻いたものもループアンテナと呼ばれる。コイル内部の磁場の変化により誘導起電力を取り出す原理である。この場合、導線の長さは 動作に直接関係しない。多くはコンデンサを接続して、共振回路として用いる。送信用としての用途はそれほど多くなく、むしろ電磁誘導の応用として 135kHz、13.56MHz の電波を利用したフィードなどに用いられている。この代表的な製品として、中波帯の AM ラジオの遠距離受信用のアンテナが市販されている。 直径1メートル程度の三角形、四角形などのコイルと可変コンデンサにより同調をとり、ラジオに内蔵されているバーアンテナと電気的に結合させるものである。また、バーアンテナ自体も一種のループアンテナである。ありがとうございます。